ていう声が聞こえましたけど、そうでもないですよ。みんなが思うほどそうでもないですよ。でもね、パッと見はかっこいいかもしれないけど、そうでもないですよ。ですね、まあ、今の曲はね、ジェイク島袋の、フラガールっていう歌なんですけども、いつもはもうね、電気ギター、エレキギターを持ってやるんですけども、今日は原曲により近づけるためにのウクレレをですね、今日この日のために3万5000円出して買ってきましたけども、ウクレレでですね、値段を言うんじゃん。3万8000円で買ってきました。まあ、ハワイの風を感じていただければ幸せだ。これはね、僕らの、ちょっとプライベートなんですけど、与党チームがありまして、出航時にはですね、この歌を聴きながら出航するというおしゃれなディレクト漫才。それではですね、今日もですね、先ほどもハーさんもですね、乾杯をしていただきましたけども、記念橋の乾杯の儀をここで執り行いたいと思います。今日のですね、乾杯の儀のご唱和をいただくのはですね、岩瀬先輩ということで、いかがでしょうか皆さん。ここまで行って逃げるのは男じゃない、新人気のような先輩、はい、出てこないじゃない。あ、出てきたぞ先輩。ちょっとね、年寄りなもんでね、時間かかるけど、もう今まで出てこなかったね。今、ハーさんよりと出てるんじゃないよ。先輩もとにかく隅子が入っていってや、はい、おじさん手合いでここだよ、ここだよ。ありがとうございました。前行くの、いいって。いや、僕は行ってもしない。いや、前は行かないよ。ここにいた、ええか。はい、いや、ここ、ここ大丈夫。誰も返事せえへんぜ。今日はどうも。いや、まあいいや、まあ、先輩そこでいいわ。行こうよ。1.5、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 
からあの、うちのバンドを可愛がってくれてました僕の先輩でありましてですね、まあ、そう大した男じゃないですけど、いい人なんですよよく言われるですね、あのなんでこの、フラガールをずっとやってるかっていうのはですね、あの話せばもうずっと長くなりますんで、 YouTube でですね記念橋、漢字でね、記念橋カンパニーっていうあのカタカナで入れますと、前回、前々回の、ライブの、ここでのライブのあれが、配信されてますので、それを見て知ってください。今日はもう、メールです。で、それでは、ね、次の歌を、軽くアメリカンロックを四五曲続けていきたいと思います。Going to do it now. Never want to do it. Down on the corner, I'll keep.
Of an awakening spell treat me out of my own 55 as a fool of my soul feeling so boring God knows how I'm feeling I and how the sun Thank you.
ライという方が亡くなって、イーグルスのリーダーだったんですけども、亡くなって、ね、もうあのサウンドが聞けなくなるのかなと思うと、まあ、いや、聞けますよ、CD があるからね、CD が聞けるんですが、生音が聞けなくなる、ちょっと寂しいなと思ってですね、今回はですね、特別に、イーグルスの歌を数曲続けていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、言ってみればこれはですね、ほとんどいつもの曲を曲順変えるだけなんですけども、イーグルスの曲をね、言ってみれば、あ、なんか変なギターじゃないけど、なんか変な持ったね、やっぱ。なんかこう、いろんなもん僕が弾きますみたいな。あ、いいですね。では、出た、カントリー。Peaceful is the feeling。I already see you.
先発となるとね、いつもやってる楽器を変えるっていう一つのテクニックがあるんで、そうすると違った色に聞こえるでしょ。それは皆さんはね、まんまとね、記念橋の罠にかかったんですよ。やってる曲も歌も全部同じで、雰囲気が変わるでしょ。ざまみろ。意外と同じかもしれないけどね。さっきもね、ここでね、なんかウクレレ使ったりフラットマンドル使ったら、これ最後ですかね。あとはずっとこのギター弾きますね。やこましいよ、これが。Desperado, why don't you come to your senses? You can hide from the faces, but so long now, oh, you harden. Now I know that you get to reasons. The things that I breathe in you, you put you somehow.Don't you know the queen of diamonds, boy? She beat you if it's evil. The queen of hearts is always you can stand. Now since you need a defensive, can't lay upon your trail. But you're the one, oh, oh, you can get freedom, oh freedom, with this sound of talking. The scene that I'm walking through this world. カズヤまだいいわ。元助何もやってないし。
けどね、ブースカードをやります。じゃあ、1970何年に、一回解散とかもう休止してるんですけども、2007年にね、もう一遍、復活しました。それで新しいアルバムを出して、その中から、一曲を送りたいと思います。サンバで。トランプさんでしょ、トランプさん。どういうふうにね、世の中が変わっていくかわかんないですけども、
僕この間ね、トランプさんのあれが決まった時にね、やかましいなお前、言われ下がったまないお前で、大きい声やお前、僕はトランプさんに対抗するのはね、もう花札さんしかおらんと思って花札さんに探したの。花札さんっておらんね日本には。だからまあ社内から宇野さんに頑張ってもらおうかなと思ったんですけど、まあこんなことを置いといて、まあ大統領選挙が終わった後でね、もうアメリカの人たちはみんなねそう思ったんじゃないかなと思うんですけども、次の歌はですね You are no good って歌う。え、今受けるとこだよ。ガハハハ。はい、受けるそうだ。はい、また計算外だな。外し。はい、行きましょう。ギター1本持って、なん
かギター1本持ってなんかいろんなライブハウスなんかこう、渡り歩いてなんかここの暴れ者って言われてるらしいやん。どうなんかい一宮近辺で私はアルマジロで育って、アルマジロの素敵なお客さんに育てられたっていうのが私バカ野郎お前お前が育てられたの記念場じゃないのか記念場とアルマジロのお客さんに私は育てられて今ようやくお育てになりましたありがとうございます岡本和也続いてキーボード、前回の時にね、前回スマイル今一生懸命紹介するからね、それ終わったので声かけたんでね、もたすけって言ってね、前回ね、ボーカルデビューしましてね、で今回もね、今回もまた歌うんですけど、まあ恥は後で書いていただこうということでね、キーボード、加藤元介ね、もう最近ね、思いっきり力当てて髪の毛が真っ白になっていてねもうおじいちゃんになりましたからね、おじいちゃん続いてギター、先ほどから、ウクレレとかですね、フラットマンドリとか弾いててね、ギター弾いてますよねこいつね、実は桃引き入ってます桃引き入ってるんですけど、ちょっと前までね、腹巻きをしてましたで、ロッカーが腹巻きないんじゃないのって言ったら取ると腹がピンピンになるもんっていう名道校ですね、虚弱体質なんですけどもでも、いいあのギターを弾いてみます横内邦夫です僕らのボーカルと僕と同級生でですね、ずっと40年、41.2、いいよ、1.2、5年、一緒にやってくれてます。日本のお父さん、夏はね、短パンとランニングしかいけないから、山下清って言われてます。雨男おにぎりが好きなんだな。おにぎりが好きなんだ。加藤智人ローカル、先ほどね、母さんの時にもいい歌を歌ってくれました、彼はですね、本当に努力がねえというか努力を見せるのが嫌なんですけども枕を相手に一生懸命歌を練習してます、我々の魅惑のボーカリスト、これね、僕はね、塚本レジスタートしようという名前なので塚本レジスタートしよう最後私マンモサワイマンと言いますね。最後にですね。はい、実はバンドリーダーでございます。はい、バンドリーダー。42年間。41.5 年のまで。41.5 年。まとめ上げて。いやまとまらへんもんお前。まとまらへんもんお前。まとまらんね。まとまらん。無理や。青山みのる。マンモサワイマン。ですね、次の歌いきたいんですけどもね、次カズヤが歌うんですけどもね、実を言いますと、カズヤが10年前に僕が大曽根で、声をかけてですね、うちのバンドに入るきっかけになったんですけど、その時にですね、一緒にギター音が今日来てくれてまして、連絡取ってですね、話をしたら、いや彼がどれだけ成長したか見たいということで、来てくれました。ごめんね、そんなに成長してないそんなに成長してないけど、だけど楽しむことを覚えたことは絹場ちゃんに良かったのかなというふうに思ってます。カウド君はね、本当に菩薩みたいな男でね、まあいろいろ細かな話言うとまた明日の朝からになるから、まあいいんですけど、じゃあ、カウド君にですね、カズヤ君、カズヤが、俺を込めて、心を込めて歌うのかな？でもそれオンマイクでいいよ。その説はありがとうございました。それから本当に育てられました。僕が声かけただけで、それで終わろうと思った時に、カズオは、ちょっと声かけたんだったら、ちょっと目の見たらなんだって言うので、うっそやろと思いながら、ただ気がついたら、ここに今います。では、カズヤが歌います。カズヤ頑張れ
味を感じていただけた。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォところがね、その次の日にね、
テーマでこの歌をやりたいって言ったのでメールで一言頑張るわって来たんでそれで練習をやりましたら本当に頑張ってこの男はねこの年になってねやめろ頑張って本当ねボーカル化け物だと思いますわでもねやっぱりね彼はね彼をねサポートするのは国夫ですよそう国夫のギターがなかったらこの歌は完成しないじゃあゲーミングはちょっと待たないよすごい、バラードでね、重い歌なんですけども、ゲーリー・ムーアのね、元助けシェルクラッツ・ブルース元助け、元助けお前関係ないよ元助け今関係ないからね、出てもらっていいよ Falling
俺に対してうるさいって言われて、うるさいらしい、うるさいけどね、これはね、もう乗りながらね、いや最後の、前半最後の歌、ちょっと10分とか15分休憩させて、何とさせていただきますが、前半最後の歌で、ね、今度はもう、どうすかのキーボードをしっかりみんな注視してみてくださいよ。もとくに拍手お前が始めるのが後半だからです。じゃあ、イマジン。Imagine says no heaven.Brotherhood